ビデオカメラのデータ復旧を行いました。広島県のお客様からのご依頼です。対象のビデオカメラはソニー HDR-CX560V。 ビデオカメラをパソコンにつないで作業した。するとその後ハンディカムの画面上にクエスチョンマークが表示され、動画が見られなくなったという状況です。データ復旧処理を行い、8時間48分の動画データの復元に成功しました。またテレビで見られるブルーレイに変換してお渡ししました。